どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一可愛いニホンザルのカイくんです。頑張っていきましょうね。はい、今日はですね、僕はよく当然のこととして僕のね、相方のお猿さんをこう幸せに生活させてあげられてるかどうかっていうのをやっぱこう気になるわけですよ、ね、でもトレーナーね、親として親代わりですよ、もう。で、どういうふうにでも確かめたらいいか、別になんかその幸せ度みたいなのが数字で出るわけじゃないし、そのやっぱこうジレンマがあるわけですよ。だから僕思ったんです、ここの関係をね入れ替えたらいいんじゃないかって一回で、だから今日はここ今この場は僕が猿でこっちが人間なので、僕に首輪をして、でこうリード持って、そのカイ君を持つっていうのをやりたいんです何ですか、プレイじゃねえしそういうプレイじゃねえからなだからね、とりあえずこれこう買ってきたんで、これね、お猿さんマスク、これをとりあえず着よう。おじゃあこんなんいらないんだ、こんな人間の帽子はいらないんだなこんな人間の帽子いらないんだよ。どうじゃん、あ、いいじゃん。で、こんな、何この中マジでがあるんだけど、あ、いいじゃん、いいじゃん、猿じゃん、うっきいね、カイコどっか行っちゃった、カイコおいでほら、どうすか猿の俺は、どうすか変わんねえっすよ、ちょっと待ってだから父ちゃんじゃなくてさいや、これ今やってるの人間なんで、カイさん人間なんで、どうした、ウッキお、チュース、え、逃げないで、そんな警戒しないで、おいで、仲間だから、今、じゃあ仲間、ほら、仲間、ウッキそんなピクピクしないで大丈夫だから大丈夫、で、だからね、首輪つけて、で、首輪に缶をつけて、これをカイ君に渡せばいいでしょ、立って、気をつけて、ほら、ウッキじゃないのよ、お願いします、僕を飼ってください僕を飼ってください、お願いします、ちょっと待って、なんか意地悪するの、なんか引っ張んだよ、この、もう、なんか痛いって言ってたからさ俺そんなことしないじゃん、じゃあ普通に持ってくれればいいよ、これを普通に持ちたいって言ってたからよ、なんなのそれ、ちょっとだから普通に持ってはいいじゃん、なんでこれウィーとかやんの、普通に持ってそう、持ってよ、そのままよ、だからなんかちょっと引っ張ろうとしてるもんだって、もうだって言って怖いんだけど、何してんだよ、逆襲みたいなことすんだよ、ちょっと待って、俺そんなことしたことない、ちょっとねしてない、ちょ、持ってよ、まだよ、そのままよ、持っててよ、そうなんか、何その普段の鬱憤を晴らすみたいなさそんなことしないで俺そんなひどいことしてないし、一応これで、いろんな検証をしていきたいと思います大丈夫かな怖くなってきた、なんだじゃあまずは僕のことをね、お散歩してほしいんですよ、お散歩行きたい、ウキな、お散歩に行きたい、ウキをお散歩に行きたいから、優しく引いてね、嫌じゃねえよ、お散歩に行きたい、ここをね、こうまっすぐお散歩に行きたい、ウキをね、ちょっとこう持ってよ、引っ張んないでよ、ひどい目にしないでね それ、わー、超怖いんだけど、で、ちょ、向こうに行きたい、ウキを、向こうに行きたいね、ちょっと、ゆっくり浮きよ、いいね、いや、まだ行ったとこ行ってないの、痛い、ちょっと待って痛い、お猿さんつらいよ、もうちょっと優しく散歩がしたいんですよ、優しく、いいっすかね、ちょっとだからさ、ちょっと待ってよいや、そういう意味じゃないで、カイ君に優しいかもしれないけどさ、ちょっとだから僕、カイ君に乗っかったことないでしょこういう散歩じゃねえの、普通にだからカイ君が先導してほしいの遊んでるだけやん、これゆっくり散歩したいから、ゆっくりマジでゆっくり散歩したい痛い、ちょっと待って膝めっちゃ痛いんだけどすげえ膝痛いんだけどさ
寄り添ってくれるのはいいんだけどさ。ダメだ、散歩ダメ、散歩はダメです。トレーニングじゃトレーニング。さっきの別にめっちゃ疲れてるんだけど俺。ちょっと待ってよ。でもおやつ食べちゃダメパターンいいですか。おやつ食べちゃダメパターン、僕がこれを食べないでっていうことでいいですか ね。でいいよって言われたら食べる気を聞いてる。よくやるでしょ、よくやるでしょ君の父ちゃんがね。拍手じゃなくてよ。食べたいじゃないのよ。これ一応僕のは僕の浮きよ、これね、いいっすか。よし、じゃあこれちょっと開けて、これ千引き屋のカイ君の誕生日にもらったやつ。まだ食べないけど、これは一応僕のは僕の浮きよね。で食べていいよって言われてから食べるから、いい浮きか。食べたいじゃん、食べたいじゃないの。食べたいじゃないの。食べていいよって言われてから食べる浮き。じゃあ手あげたら食べるわ。なんか振りになってそうだけど、これ手あげたら食べるわね。いい浮きか。うん。いいよって、今いいよって言ったもんね。違う、待って僕の浮きよ、僕の浮きよ、いい浮きか。はい、じゃあ待ちます。いやいや長いよ、長い浮きよ。なんかしよう、なんかちょっと待って、ちょっとだからさ、ちょっと待って、だからさ。もういいよ、我慢できるし。食べなくても我慢できるし。カイ君だから、もともとカイ君にもらったやつだからね。食べな。まあ、というわけで、ちょっとやっぱり、こういうこの飼い主は嫌っていう。そういう結論ですか、これ。僕こんなことしないもんだって。もうちょっとちゃんと飼ってあげられてる気がする。このテンションよくわかんない。結果よくわかんないっていうテンションでございました。結果幸せかどうかはわからないです。まあいいや、こんだけ自由に、ね、生活してるからさ、ちょっとね、安心した。でもというわけで、ちゃんとゼリーも食い終わったところで挨拶しておりましょう。めっちゃこぼしてるんだけどね。はい、承知します、後で。はい、じゃあバイバイ。はい、カップ持ったままや。